鉱山軍は朝鮮民主主義人民、共和国両行動に属する軍。両行動のほぼ中央部、鉱山盆地に位置し、軍内を巨川港が南から北へ流れる。南に、豊か西郡、北に、サミズ群、エサン市、運航群が隣接する。一遊、四労働者区、二十里を管轄する。鉱山は、王力港に面した、北方防衛の中心地であり、 朝鮮王朝時代には、環境道に属して、王力湖南岸部の広い地域を管轄した。しかし、サミズ軍と共に、サミズ鉱山と併称され、辺境、流廃地の代名詞でもあった。植民地域は、環境南道に属する行政区画となった。その範囲には、現在の江山市、雲湖郡普天郡を含まれている。鉱山郡では、 植民地下の遅い時期まで高日パルチザン闘争が行われた地域であり、牧金基地、李光柱らが活動していた。彼らが関与した、普天保の戦いの普天保は、事件当時は、鉱山軍内である。なお、牧金基地ら国内パルチザン出身者は、北朝鮮建国後の政治史の中で、金日清ら、満州派とは異なる、鉱山派と呼ばれる有力なグループを構成したが、 1967年に粛清された。1945年8月15日時点で、鉱山面、沈陶面、山南面、海林面、同人面の5面から構成されていた。この節の出展、ありがとうございます。